選ばれし者だけが通れる乗車口から電車に乗り込み、名鉄特急パノラマスーパーの展望席に乗って宇都宮の海を見に行きます。皆さんこんにちは、おしこです。名鉄名古屋駅にやってまいりました。今日はこの名古屋発宇都宮行きの特急パノラマスーパー1200系、こちらに乗車して宇都宮まで行き海を見たいと思います。こちら名古屋駅名物、選ばれた者のみが通ることを許された乗車口から展望席へ乗車いたします。座るのは毎度おなじみ最前列、今日は1番の C 席を予約いたしました。ちなみにこれ前日の夜予約しましたが、展望席このように一番前を取ることができます。9時11分特急宇都宮行きは名鉄名古屋行きを発車いたしました。では途中の停車駅は車内の放送をお聞きください。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車特急宇都宮行きです。この先金山、神宮前、大田川、厚井、9時15分、名古屋を出てから4分、金山駅到着です。こちらの金山駅、見てわかりますが、真ん中が名鉄、両端が JR と、JR に挟まれた駅となっております。金山総合駅という呼び方をされることもありますが、こちらの駅で名鉄、JR、地下鉄、それぞれの路線に乗り換えることができます。まあ、東京とか大阪だとこういう総合駅っていう言いますか、そもそも駅が一緒になってるってこと結構当たり前にあると思うんですけども、東海地方っていうのはなかなかそういうのがあまり発達してないんでしょうかね。あえて総合駅という言い方をしております。まあ、こんな感じで3社が一緒に乗り換えられる駅は金山と名古屋の2カ所だけとなっております。名鉄特急宇都宮行きは金山駅を発車いたしました。この先次の神宮前まで一駅間だけですけれども、名鉄唯一の複々線区間となっております。まあ、たった一駅だけなんですけれども、名鉄のダイヤを形成する上では非常に重要な区間となっております。線路が4本並ぶ光景っていうのはやっぱり爽快ですね。一番前から見てても非常に楽しいものがあります。次は神宮前です。右手 JR 東海道線には厚田駅が見えてきました。こちら名鉄の神宮前とは約500メートル離れております。同じ厚田神宮の最寄り駅ですけれども、乗り換えには少し不便です。厚田には留置線がありまして、このように白鷺に使われる681系が留置されています。まあ、名古屋を発着する特急電車っていうと人量を使うことが多いんですけれども、681系は JR 西日本の車両ですので、人量には入らずに厚田の留置線に留置をしておくようです。9時18分神宮前駅到着です。こちらは名鉄のすべての列車が止まる重要な駅となっております。こちらで乗務員さんが交代をいたします。東海道線の厚田駅が各駅停車しか止まらないのに対して、名鉄の神宮前駅はすべての列車が止まりますので、利便性を考えてもやはり、こちらの方がね、圧倒的に使い勝手がいいんじゃないかなというふうには思います。一応名古屋市営地下鉄名城線にも神宮西という駅はあるんですけれども、これ厚田神宮の西側にありまして、やはりこの神宮前駅や JR 東海の厚田駅からはかなり距離が離れているので、乗り換えには少し不便です。常滑線大江駅を通過しています。先日の動画、電車たちの墓場へ行ってみたという動画で、ご紹介しました筑光線東名古屋港駅はこの駅で乗り換えです。筑光線は朝と夕方しか電車の運転がありませんので、乗車する場合は注意が必要です。9時27分
名古屋を出てから約15分で大田川駅に到着です。右側、回送駅の上3階ホームから降りてくる線路が見えてきます。これ2000系のレポートの時にもお話をしたんですけれども、なぜか大田川の駅、名古屋方面に行くホームが2階ホームと3階ホームに分かれています。まあ、なんでかなってお話をしたら、コメント欄で名古屋方面の常滑線と甲和線の平面クロスを避けるためですって回答があったんですけど、まあ、それだったら方向別の回送駅にすればいいだけの話で、そんなのは全国にいくらでもあるんですけど、京成青砥駅とか京急蒲田駅とかね、なんでああいう風にしなかったのかなっていうのはちょっと思います。まあ建設費の圧縮とか、用地の問題とか、まあ、様々な事情はあると思うんですけれども、何回利用してもね、2階ホームと3階ホームそれぞれから名古屋駅が発車するっていうのはね、ちょっと使いにくいなと感じています。ドアが開きます、ご注意ください。ドアが開きます、ご注意ください。大田川駅を発車すると、線路が左側に大きくカーブし、常滑線と分岐して甲和線になります。それではここで車内の設備についてご案内いたします。特別車と一般車の間にトイレがあります。こちらはリニューアルの際、車椅子も利用できる大きなトイレに改造されました。向かい側には洗面所があります。大きな鏡と両側に光がある清潔感たっぷりの洗面所となっております。以前は飲み物の自動販売機があったのですが、現在は撤去されています。9時36分名古屋を出てから25分、阿久井駅到着です。でこちら2面4線の対比線を持つ大きな駅です。常滑線内では唯一上下線とも対比線がある駅ですので、こちらの駅では緩急接続が行われております。まあ逆に常滑線内唯一の上下線とも対比が可能な駅っていうのも、それはそれですごいなというような感じがいたします。9時40分名古屋を出てから約30分、知多半田駅到着です。こちらは半田市の中心にある駅ですが、 JR 竹豊線半田駅とは約650メートル離れていて、徒歩10分ぐらいかかりますので、こちらもやはり乗り換えには不便な駅です。この駅もねちょっと言いたいことがあるんですけど、この左側1番線甲和方面に向いているホームからも、折り返して名古屋方面に向かっていく列車が発着するんですよね。まあ、着はいいんですけど発車するんですよね。そうすると1番線と3番線別々のホームから名古屋方面に発車する電車があるということで、なんか名鉄ってねこういう類の駅が多いような気がするんですよね。例えば常滑駅もそうですよね、別々のホームから名古屋方面に発車しますので、まあ、種別が違うからまあこの2つの駅は問題ないって言えば問題ないのかもしれませんけど、そこら辺もう少しね、なんか東京とか大阪とかの鉄道を見ると、私鉄を見ると名鉄のねその辺の不親切さがね目立っちゃうんですよね。まあ、古い駅ならまだしも、最近できた駅でもそういうホームの使い方発着の仕方するんで、そこら辺ねもうちょっとぜひ考えてもらえたらなっていうふうには思います。なんかいまいちね田舎の私鉄感が拭いきれません。はい、文句を言っている間に一つ駅飛ばしてしまいましたね。さっき止まったのが青山駅で、今止まっているのが知多竹豊駅です。9時46分着です。 JR 竹豊線の終点竹豊駅とは約700メートル離れているので、歩くと約10分かかります。やはり乗り換えには少し不便な駅です。この列車特急ですが、この知多竹豊駅から終点の内海までは残りの駅各駅に止まります。9時49分名古屋を出てから約38分、久喜駅に到着です。知多新線が開通した1974年から特急停車駅になりました。この駅から知多新線が分岐していきます。こ
この駅初めて来たのが高校1年生の時、友達と乗り鉄した時なんですけど、正直分岐駅っていうくらいですから、もっとすごい大きな駅かと思って想像してたんですけれども、来た時にね、え、これってこの駅なの、吹駅って、吹駅ってこんなちっちゃな駅なのっていうのがね、当時の印象というか思い出として残っています。知多新線というのは、沿線の宅地や観光開発のために建設された比較的新しい路線なんです。今のところ全線単線ですけれども、複線の用地は確保されています。ただ残念ながら利用客数がですね、利用者数が年々減少しておりまして、複線化の見通しは立っておりません。知多新線についてはですね、また別の機会に動画1本撮ろうかなと思っております。今ここでお話ししてもいいんですけどね、ちょっと長くなってしまいますので、今日はあくまでも特急の乗車レポートということで、また別の機会に知多新線の動画1本、上げさせていただこうと、考えております。はい、目の前に見える信号所、別荘池信号所と言います。富木から次の上沼の駅までの間、約 5.8 キロありまして、名鉄の駅間では最長の駅間の区間となっています。そのためこのように途中に信号所が設けられているわけですけれども、もともと知多新線は先ほども言いました通り複線化の用地が確保してありますので、その複線化の用地を利用して信号所が作られています。ちなみに今行き違った列車は宇都宮駅を9時37分に発車した普通金山行きです。次の富木駅で高和駅を9時57分に発車した特急名古屋駅に乗り換えることができます。9時55分上沼駅到着です。相対式2面2線の高架駅で無人駅です。ホームの長さが6両編成分しかありませんので、8両編成の列車は後ろ2両のドアが開きません。知多新線の駅は全線開通後に追加された美浜緑園駅以外、すべてこのように交換可能な設備を設置した駅となっております。9時57分美浜緑園駅到着です。こちら1987年に追加で開業した駅です。名鉄がこの駅の近くにニュータウンを建設したため設置されました。開業当初は一部の普通列車すらも通過する駅でしたが、現在は全ての列車が停車いたします。こちらの駅も無人駅で、ホームの長さが6両編成分しかありませんので、8両編成の列車は後ろ2両のドアが開きません。9時59分知多奥田駅到着です。相対式2面2線の高架駅です。こちらも6両編成分のホームがあります。1983年に近くに日本福祉大学が開校いたしまして、その時特急停車駅になりました。現在では学生さんの通学にはなくてはならない駅となっております。反対電車を待ちます。発車までお待ちください。はい、反対の列車は宇都宮駅を9時54分に発車した急行新鵜沼行きです。高和線の日中のダイヤは、1時間に特急2本、急行2本、普通2本の、30分ヘッドのダイヤとなっております。それぞれ2本ずつの種別の列車が富木駅で高和、宇都宮の方面に分かれていきますので、この辺は、1時間に3本ということになっております。ただ全ての列車が全ての駅に止まりますので、実質は20分ヘッドの非常に利用しやすいダイヤとなっていると思います。しかも普通列車に乗ってもね、富木駅でそれぞれ特急に乗り換えることができますので、まあダイヤとしては完成されているのではないでしょうか。10時3分野間駅到着です。こちらの駅も相対ホームの2面2線の駅です。ホームは6両編成対応ですので、8両編成は後ろ2両がドアが開きません。こちらの駅、2011年のダイヤ改正から全ての列車が停車するようになりました。本当は一般席に乗っていた方が、各駅の乗客の乗り降りなんかが観察しやすいんで、いいんですけれども、つい僕の趣味で一番前に乗りたいもんですから、ちょっと各駅の乗降客数が把握できないっていうのは、レポートとしては、あまり良くないかもしれません。
まもなくすると廃墟みたいな駅を通過いたします。こちらは小野浦駅が建設される予定だった場所です。建設の段階で準備はされておりましたが、結局駅周辺の住宅開発を予定していたんですけれども、計画の遅れや近隣住民の減少により利用客が見込めないとなったことから設置が見送られました。この駅本当に一瞬で通過してしまいますので、ご覧になりたい方は、ぜひ野間駅を出た後目を凝らして注意して見ていただければと思います。10時7分終点の宇都宮駅到着です。1980年に開業した知多新線の終点の駅です。計画では現在よりも海寄りに建設される予定だったそうなんですが、用地買収に難航したため丘陵地寄りの現在の位置に設置となりました。2面4線を持つ立派な高架駅であるにもかかわらず、利用客の減少により今年の5月から無人駅となってしまいました。まあ、無人駅になっちゃった理由はね、もうやっぱり海寄りに駅が設置できなかったのが原因じゃないかなというふうに思います。まあ、本当は名鉄はね、まあ、僕の勝手な想像ですけど、小田急の片瀬江ノ島駅とか京急の三崎口のようなものを作りたかったんじゃないかなと思います。駅から海まで歩いてここから20分ぐらいかかりますからね。それで利用客があまりなかったんじゃないかなと。これ去年来た時は駅員さんいたんですけどね、今年また1年後12月に来てみたらこんな感じでシャッターが降りて寂しい駅になってました。せっかく宇都宮まで来たので海を見ようと思って今歩いています。この日ちょっと今年一番の寒波がいきなり来た日でして、風が強くてねめちゃめちゃ寒かったです。はい、だいたい歩いて20分、約20分で宇都宮海水浴場に到着いたしました。まあ、もちろん冬ですので誰もおりませんがと思ってきたんですけど、なんか学生さんのなんか集団がおりまして、ね、右の方に見えますけど、何かレクリエーションなのかゴミ拾いのボランティアなのか何かそういうのをやってみまして、すごいたくさん人がいたんですね。まあ、そういう人たちがね横目にあのさ何やってるんだと思われながらね、最後海の前で自撮り写真を撮って今回のレポートを終了させていただきたいと思います。今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは。